ダビ、ムディンガイは、ザイール・キンシャサ出身の元ベルギー代表サッカー選手。ポジションはミッドフィールダー。ベルギー時代1998年、17歳で、ベルギーに渡りカブリーグのロイヤル・ユニオン、サンジロワーズに入団。2000年にジュピラーリーグのカーヘントに移籍すると4、シーズンで63試合に出場した。トリノ2004年1月31日に当時、 セリエ B のトリノ FC に加入し、翌2004から2005シーズンは、チームのセリエ A 昇格に貢献した。ラツオトリノの破産に伴い、2005年7月1日に SS ラツオに移籍。当初は、怪我に悩まされるが、2年目の2005から06シーズンに、デリオロッシュ監督が就任すると定位置を確保。しかし、2006年4月22日のユベントス。 FC 戦では、ファビオ・カン・ナバーロのタックルにより右蛍骨骨折の重傷を追い残りのシーズンを欠場した。怪我からの復帰となった翌2006から07シーズンは、リーグ戦27試合でプレーし、チャンピオンズリーグにも予選を含め7試合に出場した。ボローニャ2008年7月17日、ボローニャ FC へ移籍。中盤の大黒柱として活躍し、 在籍4シーズンで125試合出場で2得点の成績を残した。インテル2012年7月20日、インテルへの買取オプション付きレンタル遺跡が発表された。エルチェ2014年10月20日、エルチェ CF に加入した。翌年2月3日、クラブを退団することが発表された。2015年2月11日、シーズン終了までの契約で、 セリー a の AC チェゼーナに加入することが発表された。2016年10月26日、AC ピサ1909に加入。2017年1月31日に対談が発表された。2002年から2003年にかけて、ベルギー U-21 代表でプレー。生まれ故郷のコンゴ代表にも招集されたが、これを断り2003年に、ベルギー代表として、 初キャップを記録。UEFA ユーロ2008予選にも出場したが、チームが予選で敗退したため、本大会出場はならなかった。ありがとうございます。